わけで皆さんこんにちは。本日もプロスピ学を受講していただき誠にありがとうございます。絶対こんなチャンネルでしたっけ？アカウント乗っ取られてないよね。今回はいつもと違った内容でプロスピの NG 行為を学んでいくよ。みんなには正しいスカウトの引き方を学んでほしいところだね。世界一のクソ需要なんだけど。まあグランドオープンもあって新シリーズも始まったし、こういう情報もいろいろ発信したいからね。今回は茶番形式でわかりやすく解説するから、ぜひ最後まで見てね。いやープロ野球ゲームがしたくて、プロスピを始めてみたけど、案外このゲームも面白いぞ。スタートダッシュスカウトで S ランクの選手もゲットできたしいい感じだな。でももっと S ランク選手が欲しいんだけど、何かいい方法はないかな？そうだ、余ったエナジーでスカウトを引きまくればいいじゃん。はい、アウトいやアウトもアウトだよアウト。初っ端からやらかしてくれたね。先生爆破する必要性を教えてください。まずは無計画にスカウトを引くのはやめよう。スカウトは1回25エナジーと大量のエナジーを使うことになる。だからこそ引くべきスカウトは見極めて、確実に自分のオーダー強化ができるスカウトのみ引くようにするといいよ。ちなみにプレミアムスカウトは1勝引かなくていいです。個人的にはエキサイティングとアニバーサリーを60連引くのがおすすめ。60連目で自チーム確定枠があるから、そこまで引きさえすれば確実にオーダーが強くなるよ。この2つを引くためにも今のうちからエナジーを貯めておこう。いやー V ロードもどんどん進んで、今では星5レベルまで到達したぞ。出番は全部スキップできるし、試合はすぐに終わって楽だな。まあそのおかげでデイリーミッションはクリアできないがな。さすがにしとけー。いやいやデイリーミッションはプロスピで一番重要な要素だからね。プロスピ廃人ともなれば1日のルーティンには入ってるくらいだよ。廃人怖すぎだろ。ミッションをこなすことで1日最低4エナジーはもらえる神機能。1ヶ月だと約120から180のエナジーは貯まるから、正直プロスピをやるのなら絶対に毎日した方がいいね。1ヶ月で120エナジーも差がつくのか、1年単位だと1000エナくらい貯まるし、塵も積もれば山となるだぞ。プロスピも始めてもう1ヶ月、V ロードでどんどん選手がレベルアップしていくぞ。そういえば画面の右下ではいつもイベントが開催されているけど、イベントは1回もやったことないぞ。選手のレベルが上がらないし正直やる必要はないと思うよ。しかないけどね。イベントでは無料で契約書やエナジーがたくさんもらえるからね。オーダー強化のためにもやらないという選択肢はないよ。イベントを進めることでエナジーや A ランク契約書などの様々なアイテムをゲットできるから、オーダー強化にも直結するし毎週必ず最後までやるべきだね。まあ私は V ロードの報酬で S ランクが出てくるから大丈夫だ。それはゆうのちゃんだけだと思う。そういえば最近イベントの報酬で契約書がいっぱいもらえたから、A ランクと B ランクが山ほど溜まっているんだよな。でも S ランクではないしボックスの邪魔になるから、全部経験値に変換していくぞ。はい、ちょっと待ったー。B ランクや A ランクをすぐに捨てるなんてもってのほか、特に A ランクの選手は S ランク選手よりも重要になることがあるからね。まず B ランク A ランクの選手はレベルマックスにすることが超重要。B ランクの場合レベル50まで上げることで特訓成功率が大きく上昇し、なんと 5% から 15% まで成功率を上昇させられるんだ。3倍近く数字が変わるんだな。そういうわけで最大レベルの B ランクは特訓素材として非常に重宝するので、できる限りレベル最大にしたいところ。とりあえずボックスにある B ランク選手をレベル最大にしてくるぞ。そして A ランクもレベル最大にすることで限界突破か特訓素材として使うことになる。特に限界突破はこのゲームではオーダー強化のために必ずする必要があるよ。同姓同名の S ランク選手に最大レベルの A ランク選手を特訓素材として使うことにより S ランク選手のスピリッツ値をさらに高めることができるんだ。そしてプロスピではいかに S ランク選手を限界突破させられるかが重要で、自分の選手のスピリッツが相手選手よりも低いとステータスが下がるため、選手の能力を引き出すためにも限界突破は最大回数の5回までしたいね。特訓と限界突破の両方をする必要があるんだな。特に村上選手や柳田選手などのコース手選手の A ランクは将来的に限界突破をするためにも必ずレベリングして保管しておこうね。最近は心機一転して V ロードのみならずイベントも累計報酬の最後までやるようになったぞ。そういえばイベントでスピメダルがもらえるけど、これって何に使えばいいんだろうな。まあよくわかんないしコインにでも変換しておくぞ。よくできました。いやーもう全部が全部間違ってくれるからこちらとしてもありがたいね。いや不本意だけどな。プロスピではイベントやリアタイでスピメダルをゲットできるけど、とりあえずは S ランク限界突破後期と交換するのがおすすめだよ。個人的には頑張って貯蓄して S ランク契約書と交換したいけど、確かに S 契約書も魅力的なアイテムの一つなんだけど、交換費用が9万かつ誰が当たるかわからないことを考えると、正直コスパはめちゃくちゃ悪いと思う。そう考えた場合月1ペースで貯まる6万メダルかつ S ランク選手を誰でも
ても限界突破できる。限界突破コーチの方がメリットは大きいと思うし、特に今後登場する TS、OB の選手を育成しようと思った時、こういった選手の限界突破は A ランクが足りなくてできないことが多いから、将来的にも今のうちにたくさん確保しておきたいところだね。バース選手や吉信さんの限界突破のためにも、今のうちから交換することにするぞ。プロスピを初めて2ヶ月オーダーにも S ランクが増えてきたぞ。特に野手陣は3人も S ランクがいるし、着々と最強打線が完成しつつある。ショート今ミー、センター桑原さん、キャッチャー大和の黄金の布陣だぞ。どこが黄金の布陣じゃあ。大和さんって割とマジでどこでも守れるイメージだぞ。だからってキャッチャーはないけどね。プロスピにはポジションに適性というものが存在して、選手に合わないポジションにつくとスピリッツが減少し、選手の能力が大幅に下がる上コンボも発動しなくなる。現実で守ってるポジションみたいなものなんだな。具体的にはメイン適性もしくはサブポジ B 以下だとポジション不一致でスピリッツが減少するので、オーダーを作る上では必ず意識する必要があるよ。ただメイン適性以外のポジションをスピリッツ減少なしに守れる方法があって、それがさっきも解説した限界突破。これを進めることでサブポジが解放されて、メイン適性以外のポジションも守れるようになるんだ。ここでも限界突破が出てくるんだな。まあ再三言うけど、本当に限界突破はいろんなところで絡んでくるから、ぜひとも S ランク選手はできる限りこの限界突破を進めるようにするのがいいよ。そういえば今週は覚醒イベントとやらが開催されているな。なんか S ランク選手がもらえるけど、正直ステータスは微妙だし、スピリッツも低めだから今回のイベントはハドレーを舐めるな。いや確かに覚醒選手のステータスは低いかもしれないけど、初心者こそこのイベントをやり込んだ方がいいと思うよ。この覚醒イベントでは S ランクに進化できる特別な A ランクをゲットできて、しかもイベントをやり込むことで誰でも極み S ランクを作れるよ。特に初心者の方で S ランク選手を揃えきれていない人や、純正で進めてる人はエナジーを消費してでもイベントを周回するべきだと思うよ。極み S ランク選手って作るの大変そうだから、こういうイベントがあるのはありがたいぞ。ちなみにオーダーが揃ってきて、覚醒選手は必要ないという人もいるかもだけど、そういう人もファイナルミキサー要因として覚醒選手を作っておいていいと思うよ。全プロスピユーザーがやるべき用意でなんだな。というわけで今回の授業はここまで。動画の原稿に入りきらなかった内容はコメント欄に書いとくので、よければそっちも合わせて読んでね。これで私もプロスピが効率的に進められるぞ。とりあえずはプレミアムスカウト B ランクは全部コイン変換。デイリーミッションはこれからもサボり続けるつもりだ。最初から見直せー。